はい、恒例の橋を渡る時の動画です。博多大島 A 橋かな、です。ちょっと先ほどまでですね、光沢見せたんですけど、光沢をやめました。まあ、光沢の方がいいんかな。どうやろうね。実はこの博多島で、いつの間にか外周コースに入ってしまってですね、ものすごく露出してしまったんですけど、やっぱり、予想してた通り、橋に、上がっていく自転車、歩行者道の手前のところでですね、なんか道路の工事をするとかっつって片側通行ですよっていう看板が置いてあって、しかも警備員がですね、なんだろう、自転車道の方に入る方でない方に誘導してたっていうね、まあ、また帰って測定していますが 3.5 キロぐらい片道、往復7キロぐらいロスしたんじゃないかなと思います。しかもその間かなりアップアンドダウンでね、しんどかったんで、時間的にも結構ロスが大きいんですけど、帰ってきたらその看板片付けてました。いやー、恥ずかしいですね。だから見えないようにしてたんですよね。いやー、何なんでしょう。法律で工事を始めるのは何メートル手前に看板を置かないといけないとか、そういうのあるんかな。しかし、そういうことするんだったら、ちゃんと案内してほしいですよね。これも予定外のことは旅の終わりなんですけど、もちろんだからこそ見ることができたものもあるんだけど、ウラの信号でね、こっちで目が来ますね。ウラの信号でね、ちょっとネガティブなことばっかり考えてしまいます。とにかく今日はね、時間を優先したかったので、困ったもんだな、本当に。まあ、気を取り直して頑張っていきますけど、疲れた。まあ、そこで登ってくれてよかったというか、よかったんですけど、おっと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 、というぐらいですけどね、確かに雨川の方ですね、雨足も強くなってね、なんか話そうと思ってたことに忘れてしまった。次のビデオの時に話そうと思ってたことがあったんですけどね、みんなスピードを出しますね。この雨のぶつけて降りてきたら大変です。数も少なくなってしまいました。ショットが大きくて綺麗になって、いやー、しかもだいぶ濡れてしまってしまう。
あとゴルフ場のやろ、外周コースに入ってしまって、つながるまで何キロとかっていう案内もしばらく見てないので、橋の上はなぜかその案内がないんですよね。あるところも全く見せませんけど。つながると25キロか、7キロ9キロだと、18キロ。こういうところが自分でも嫌ですよね、ネガティブな思考がね。基本的にはポジティブなんですけどね、やっぱりどうしてもネガティブに考えてしまうポイントとなって、まあ、自分にも気づいてるんですけど、そこのところの強さというのが、変わるのか、努力とか訓練すれば変わるものなのかもしれないので、まあ、そういうのもあって、人間のというか、個性なのでね、自分の個性として受け入れてますけど、まあ、いいところもありますし、ああいうところも少なからず、そういうもんだと思います。さあ、そろそろ橋を渡り切るところです。渡り切ったらまた動画を止めて、次ます。自動車道はトンネルがあるんですね。古いトンネルですね。古いトンネルなのか、そうですね。はい、じゃあ、止めます。